さん。はい。よう、ひりおさん。よう。こんにちは。こんにちは。どうしたの？イカ状態になって。あ、僕もね、投票したんですよ。あ、ついに？そう。あ、みんな、ひりおさんがフェスのチーム投票したみたい。ちなみに俺は、草のチームに投票しました。緑タイプですね。緑タイプ。緑タイプってなんだろうね。わかんないよ。ミジンコみたい。投票したよ。え、見してくれる？おー、見たいか？見たい。でもさ、前さ、ちょっと俺に悪口言ったの覚えててさ。うん。俺草タイプ投票したじゃん。うん。それをひりおさんなんか、あ、うなちゃん、臭いから草タイプなんだってちょっと言ってたよね。え、違うよ。え？臭いチームって言ったんだよ。草チームと言ってない。一緒。一緒。じゃあ僕のチーム当ててみてよ。え？なんだと思う？ま、あれだよね。ひりおさんは水タイプっぽい。だから、ま、ひれついてるし水かなとは思ってる。あれ？あれ？あれ？一緒じゃん。あれ？僕は草タイプです。一緒じゃん。え、この間違かったよね。この間違かったよ。でもうなちゃん。ね、前戦ったじゃん。え、何？僕今でもフェス2勝中だからね。あ、そっか、2連勝してんのか。そうだよ。え、2連勝？2連勝だよ。あれ？おかしいな、最初負けてなかったっけ？え、負けたっけ、僕。最初、俺と同じチームにして、この鳥からバトルまでうまいこと言ってたのに、鳥からで負けて負けた。うん、違う、僕の記憶では2勝してるから。じゃあ次勝てるじゃん、絶対。そうだよ。絶対勝てるよ。僕次も勝って3勝するんで。おー、やったー、万歳。ちなみに、その次も勝つので、4勝するので。ひろさん。はい。こん中入ってよ。ここ。どこ？これ。これ。うなちゃんにはそこがお似合いだな。僕ここがいい。え？僕ここがいい。これ何？草はい。ああ、終わんな。草タイプだ。で、俺こっちなの？うなちゃんは臭いタイプだな、そっち。俺こっちで、ひでおさんが、こちら本当の草か。うえ。うわぁ、ひどい。